はい、ご視聴ありがとうございます。トロピオ塚です。はい、今回も基本セット2020のデッキを紹介していきたいと思います。というわけで、ね、今回はついに来てしまいました。パラメーターオールマックスのデッキがね、その名も青白飛行。基本セット2020で、まあ、結構飛行のシナジーがね多くあるカードが収録されたんで、まあ、こういう青白飛行っていうデッキが誕生しました。ではデッキリストを見ていきましょう。まあ、結構パッと見ね、入ってるクリスチャーが貧弱なもう竹襟デッキみたいな感じなんですけども、結構対処しづらい飛行クリーチャーを序盤から一気に並べて、この天空の刃セワラをですね、最速3ターン目に出すというコンセプトになっています。それでは早速対戦やっていきましょう。さあ初手は、1ターン目に青バナ欲しかったですね。この時は1ターン目から動けないと意味がないので割り勘します。軽いカード多くて、まあ、セファラにつなげられそうなのでキープします。今回はセファラを出したいので順風を戻します。さあ島セットで、まあ、幽体の船乗りが瞬足を持ってるんで相手のエンド陣出しますか。相手はラウンドセット終了ですね。では幽体の船乗りを出します。さあターンもらんでラウンドセット、まずはアタック、そして嵐沈めとエリンアクトを出します。相手は今度はアンタッピー、そしてショック。あー次のターンセファラ出しそうだっぽいな。お、2体目のフロナリを引いた。さあまずアタック、そしてアラシスミ2体目出してエンド。相手はエンドにオプットですね。まあ、除去されなければフロナリもう1体出して、これでセファラ出せるんだけどな。さあ頼む。相手はここでもう一度選択からのコール作成。お、フェイクス捨てましたね。しかしフルタップでターンが返ってきた。船乗り出します。そしてターンもらって、お、プテラファンダを追加しましょう。そしてキリフラ天空の刃セファラ。さあこれで全員破壊フノがつきます。このターンは船乗りだけではなく、まあ、ここでフェニックスが出てきてももう大丈夫ですね。相手はマジキルドレイク、そしてドローは順風完璧か。もちろん出して全体強化、そして全軍アタック。相手はセファローブロックです。決まりましたね。はい、では2戦目やっていきます。初手は展開はしていけそうですし、翼ある言葉で手札も補充できるのでキープします。さあ、お、島引けたのはいいですね。まずは嵐沈め。ショックか。ラウンドセットしてもう一回嵐沈め出します。しかしまたショック、なかなか展開させてくれませんね。さあ相手は真夜中の死神、ドローは行使された処刑にそのまま出します。こいつは結構最後の爪で厄介なクリーチャーを除去できたりするんで意外と強いんですよね。うわー、サイレンのフェニックスか。厄介な飛行クリーチャーが出てきちゃいました。ちょっと盤面押されてる感じですかね。さあこのターンは翼ある言葉で利用しましょう。飛行がいれば2マナ、かなりのコスパですね。そしてもう1回唱えて軽いクリーチャーを探します。力を止めて一気にセファラ出して立て直したいですね。さあアタックをするして残りライフは8。あー追加のフェニックスか、やばいな。さあまずはフェアリーの悪党からデラマンダ、これで飛行が4体。さあタップして白1マナで天空の刃セファラ。さあ除去がなければ、相手は漆黒軍の騎士を追加してきました。そしてフェニックスでアタック、もちろんブロックします。まあ、このサイズで反復持ってるの本当に強いですよね。さあ相手はリクスマリーの陥落者で絢爛3ドロー。
2ターンもらって、さあ翼の結集。全軍アタック、頭上素通り、一気に削り切れます。いやー、改めて飛行の強さを実感しますね。さあ、青白飛行いかがでしたでしょうか。改めてデッキリストを見ていきたいと思います。1番の飛行クリーチャー、その数20体、そして全体強化と、まあ、天空の刃セファーという構成になってます。白の飛行クリーチャーがいないのは結構白マナが出なかったり、平地だと青の1番の飛行をスムーズに連打できなかったりしたので、極限まで白マナを削って青い1マナ飛行のみを採用しました。まあ、ジャンプと天球の和紙で全体強化というプランもありますし、まあ、並べた飛行クリーチャーからセファラが出したら、まあ、勝ちも同然と、そういったデッキになってます。そして飛行デッキのもう一つの魅力がこの翼の結集。全体プラにプラに修正をするので相手の計算を大きく狂わせますし、アンタップ効果もついているので疑似警戒にしたりブロック時にも有効活用できます。最初3マナだと思ったんですけど、よく見たら2マナでめっちゃびっくりしました。飛行シナジーがかなり強化されていて、すごく強くなったデッキなんじゃないかなと思います。皆さんもぜひ組んでみてください。安いしね。というわけで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは。